ってんところに自分で雨降ってきたから前も見て突っ込んでたんだよって、うん、あの運転手さん悪くねえよって円と並んでるよ。俺も円と並んちゃうよ。うちの目並んでるよ。見物中でもあるし、この幕とも外野より古いでしょ。外野より古いでしょ。どうなんだかね、古いよね。同じぐらいかね。同じぐらいかね。古いよね。古いよ。ただ乗ってないし、相手同じ。でもあれはチョコログなんだよね。チョコログなんだよね。あれはチョコログ。あの頃がもう最後なんじゃねえの？最後。チョコログだよね。あれはね、M じゃなくて、もうあれのやつな、新しいエンジンのな。でもロキソニンには違いないけど。ああいうのがみんなアメリカに来たからみんなアメリカやってんだよね。あの古いとさ、アメリカの規制がなんかね、25年以上からさってるとね。あの軽だって25年以上経てばアメリカ持っていけるらしいじゃん。だからそれ大人気だってね、古いのが。だから軽トラで、中途半端に古いのは海外業者持ってっちゃうし、今ロシアがダメだけどよ、でちょっと新しいのはね、なんか根が生えちゃったりしね、あれはな。
前東南アジアでも行ってんだろ、もう古くなってきたらある程度、日本じゃ儲がなくなってきた、前も言ったらなんか中古新車より中古車の方がなんか売れた時からなんか激割れ時に、激割れ時ガッて一番下がる リーマンがなんか特に前もあった気がする、なんか中古車が一時的に新車よりも売れたって、で新車はこうやって中古車が価格が上がったって、中古車がなくなったのはあれの時だけだよ。いやあったよ前も、その前にあったよ、新車の前にあったよ、中古車が売れたって時は。なんで原因は覚えてないけど、そしたら中古車が売り出したって、また新車が売り出したって、中古車がないっていうのは確かまだ初めての経験じゃないよ、中古車が少ないってのは初めて経験じゃないはず。新車が売れなくて、確か中古車が、新車が売れなければ中古車なくなっちゃうんだよ。だから新車が景気が悪くて売れない時に確かあったやつだけど、オイルショックかなんかだ、そのそっちの時だって俺知ってるもんだって、俺の免許持ったもん、そういう時になかったよ。だから今なんかは新車があれだから中古車なくなっちゃうだろ、なくなっちゃう中古車、それより高いんだろ、高いよ今だから値上がっちゃってんだろ、勝手に、勝手に、どうのこのじゃなくて勝手に上げちゃってんだろ、それも困ったもんだけど、困ったもんだね、業者がもげちゃったんでしょ、津波の時は中古屋さんはずいぶん儲かったんだろう、ここら辺の、だから今状況が違うからしょうがない、この時今初めての状況だったもんね、要するに新車をバンバン売ってる時に中古車の方が高くて買えないから売れなかったんです、そしたらまた一時新車を売り出せばねまた直るけど、今新車がないからね、そう前はほら新車すぐ売れたからね、状況変わってるからね、だから穴が埋められてちょっとね、お、今日場所が違うわ、じゃあここに来させてくれ、それも困ったもんだね、要するにすぐその穴が埋められないってのはね、今はしょうがない、どういうわけだか知らないけど、ここが空いてなかったんだな、お客さんが置いてたんだな、しょうがない、それはタイミングだから、今しょうがねえ、しょうがねえ、じゃあこの時期がこの時期いつまで続くか分からないから、こういうのはな、